一般財団法人日本造園集計協会は、日本の造園集計に関する協会。協会の特徴として、造園集計に携わり幅広く活躍している。産業界、管会、学会など、各界の横断的な個人または、団体が会員となり、それらで組織する全国唯一の集団としている。34都府県に、地方組織の支部を有する。 各市研修会の開催、機関誌の発行による業態の啓蒙のほか、一般財団法人公園財団認定、公園管理運営士の公園管理運営士会の事務局運営などを行っている。北村徳太郎公園緑地論集によると、教会の前身である日本ガーデン協会設立経緯が掲載されているが、1971年、ランドスケープ協会の設立が、 佐藤正から提唱され、さらに1972年佐藤が呼びかけ、第1回日本造園技術協会設立発起人会が開催。設立代表者選出、法人設立主意書、法人提款、法人設立申請書が議論決定されたが、その後、認可を担当する建設省との事務レベル接唱で、当時新規の法人を認めない方針が強く示される。 その後設立発起人会から4年が経過した1976年に当面任意団体として活動することとなった。この任意団体で検討の結果、1950年に設立したが、その後休眠状態にあった財団法人日本ガーデン協会の理念と残余財産を引き継ぐことで建設省当局の内諾が得られた。急遽前期日本ランドスケープ。 協会発起人会メンバーなどが中心となって、財団の理事会を復活させ、財団の引き継ぎを決議し、財団を解散。この経緯を経て協会名についても、日本ランドスケープ協会の提案もあり、現在の名称になるまでにも、右与曲折し、1983年、財団法人増援集計協会が発足。2010年6月1日をもって、一般法人に移行、名称も、 一般財団法人日本造園集計協会となる。なお、将来名称を日本造園家協会に変更することとしている。協会で、独自に上級造園集計士資格の認定、登録を行っている。郵便番号103-0004東京都、中央区東日本橋三丁目3番7号、大見海館ビル8階。ありがとうございます。